トランシルバニア広告、ハンガリー語、アードライフエーヘディレモセグ、アードジフィデルム、ドイツ語、フォーステンテムジーベンブルゲン。FSTN ツメートル GBNBN、ルーマニア語、プリンシパッチルアルディール類、プリントアイ、パッチルアルデアル類。ただし、最近は、プリンシパッチルトランシルベニー、プリントアイ、パッチルトランスルバナは、オスマン帝国の総主権下に置かれていた。 半独立の広告。歴史的ハンガリー東部、現在のルーマニア領トランシルバニア地方を中心とする地域に1571年から1711年まで存在し、歴史的には基本的にドイツ人のハプスブルク家が支配する王領ハンガリーに対して実質的なハンガリーの継承国家とみなされている。1437年9月16日に、 カーポルナ朝で、ブダイナジアンタルの農民放棄に対抗して、トランシルバニアのハンガリー人と成形人と、ザクセン人の三民族の貴族たちが、三民同盟、カッポルナイ、ウニを締結したことから、トランシルバニア公国の公民は、この三民族とみなされることとなった。1550年頃の王領ハンガリーと、 東ハンガリー王国1526年8月29日、オスマン帝国のスルタンスレーマン一世は、モハーチの戦いで、ハンガリー軍に対する決定的な勝利を手にした。ハンガリー王権ボヘミアオラヨシュ2世は、配下の大勢の将兵と共に戦死、トランシルバニアの領主サポヤイアーノュが、ハンガリー王に選出されたが、ハプスブルク家のフェルディナントが、 ハンガリー王位を要求、両者の紛争が起きるとサポヤイ,イはしばしば、スレーマニ一世に支援を要請した。1540年サポヤイ,イ没後、スレーマニ一世は、サポヤイ,イの息子やノシュジグモンドの保護を口実とし、1541年に、ブダと、ハンガリー中央部を占領。こうしてハンガリーは、王領ハンガリー、オスマン帝国、 オスマン帝国の日後下にある東ハンガリー王国の3国家に分断された。東ハンガリーは後にトランシルバニア公国を形成。オーストリアとオスマン帝国が同公国に対する影響力を競う時代が2世紀近くにわたって続く。トランシルバニアを支配するハンガリー人大貴族たちは2つの派遣国家の間で独立を維持するために しばしば二枚舌外交の政治を行った。トランシルバニアは当時宗教に関してはローマカトリックが支配的な地域であったがルター派やカルバン派が不協目的で説教をすることも許されていた。1563年イタリア人のジョルジョ・ビアンドラータが宮廷人に任じられたがビアンドラータの急進的な宗教観は ヤーノ主二世とカルバン派の主教ダービド・フェレンツに強い影響を与え、ついに両者は反三味一体派に改修した。ダービド・フェレンツはカルバン派の論客メリウス、ユハース・ペーテルとの公開討論に勝利した。この事件が引き金となり、1568年にはトゥルダの直令によって信仰表明の自由が公式に保障された。 これは、キリスト教ヨーロッパ世界で最初に、信教の自由を保障した法令だったが、信仰の自由を認められたのは、カトリック、ルター派、カルバン主義、ユニテリアン主義だけであり、東方正教の信仰は、明白に禁じられていた。1571年にアーノッシュ・ジグモンドが死ぬと、バートリ家が権力を掌握し、オスマン帝国配下の公家として、時には、 ハプスブルク帝国の傘下に入りつつ1602年までトランシルバニアを支配した。バートリ家の諸公達の統治期はトランシルバニア公国が反独立国家としての地位を確立した最初の時期だった。後にポーランドをステファン・バートリとなるハンガリー人カトリック教徒のバートリー・シュトバーンはトゥルダの直令によって保障されている信仰の自由を維持する方針を取っていたが、 直令が保護する対象の範囲を徐々に狭める法律解釈を行った。その追いバートリジグモンドの治世にはトランシルバニアはオーストリア・トルコ戦争に巻き込まれた。この戦争は当初キリスト教諸国の同盟軍とオスマン帝国との争いとして始まったが後にはトランシルバニア、ハプスブルク帝国、オスマン帝国、ワラキアのミハイユ観光の4者による 泥沼の戦いになり果てた1601年以後、トランシルバニアは短期間ながら新聖ローマ皇帝、ルドルフ2世の支配下にあり、ルドルフ2世は対抗宗教改革の一環として、広告にドイツ人を大量に移住させることで、トランシルバニアにおけるカトリック勢力の回復を促進した。しかし1604年から1606年にかけ、 ハンガリー人貴族ボチュカイ・シュトバーンは反乱を起こしオーストリアの支配を排除した。ボチュカイは1603年4月5日にトランシルバニア港に選ばれ2ヶ月後にはハンガリー君主を称した。彼は1606年6月23日にオーストリアとの間でウィーンの和訳を結び広告の信教の自由と政治上の自治権を認めること。 広告から奪ったすべての領土を回復すること、すべての不正な判決を撤回すること、王領ハンガリーに住むすべてのハンガリー人に対する、訴求的かつ完全な恩赦を与えること、自分をトランシルバニア広告の独立君主と認めさせた。トランシルバニアの科学者たちと会話するベトレンガーボル、ハンガリー銀行発行の2000フォリント紙幣墓地会の後継者たち、 特にベトレンガーボルとラーコーツイジェルジュ一世の知性にトランシルバニアは黄金期を迎えることになった。ベトレンガーボルは進化を圧迫ないし取り込もうとする神聖ローマ、皇帝たちのすべての試みを妨害し、プロテスタント勢力を擁護したことで、プロテスタント諸国から高い評判を受けることになった。また、ハプスブルク家の皇帝たちと3度戦争を行ったが、そのうち2度は、 ハンガリー王の称号をベトレンが名乗ったことに起因するものであった。1621年、ベトレンは皇帝側とニコルスブルクの和訳を結び、プロテスタントの権利を保障するウィーンの和訳を確認すること、ハンガリー北部にある7軍をトランシルバニアに割上することを認めさせた。ベトレンの後を継いだラーコーツイジェルジュ一世も同様に成功を収めた。 ラーコーツイジェルジュ一世の主な功績は1645年9月16日にリンツの和訳を結んだことである。この和訳は皇帝にウィーンの和訳の再確認を強いるもので、ハンガリーにおけるプロテスタント勢力が勝ち取った最後の勝利であった。ベトレンガーボルト、ラーコーツイジェルジュ一世は教育と文化にも力を注ぎ、両者の知性はまさに トランシルバニアの黄金期と呼ぶにふさわしい時代だった。両者は広告の首都アルバユリアを美化するために惜しみなく金を使い、同志は東ヨーロッパにおけるプロテスタント勢力の重要な画像の一つになった。彼らの知性でトランシルバニアはローマカトリック、カルバン派、ルター派、ユニテリアンが平和裏に共存し、 複数の数派が公式宗派として認められていた数、少ない国家の一つであった。ただし、政教信仰に関しては容認されているだけだった。しかし、ラーコーツ・ジェルジュ二世は大洪水時代の、ポーランド遠征に、失敗。1660年に、オスマン帝国の政党を受けて、戦死、同年に起きたオラデアの喪失は、トランシルバニア公国の衰退と公国に対する、 ハプスブルク帝国の支配力が増大していく活気となった。ジェルジュ2世の死後後継者争いが勃発、懸命にアーノ州統治下の1661年4月、トランシルバニア議会は、オスマン帝国からの分離を宣言し、ウィーン宮廷に支援を要請した。しかし、ハプスブルクオスマン間の秘密協定の結果、オスマン側のアパフィミハー一世が、公となり、懸命にアーノ州は戦死した。 ミハーアイ一世はオスマン側に立ったが、広告に対するハプスブルク帝国の影響はさらに強まっていった。1683年の第二次ウィーン包位にオスマン帝国が敗退した後、大トルコ戦争でハプスブルク家がハンガリーを占領、トランシルバニアにも攻め入り、ミハーアイ一世はハプスブルク帝国と協定を結び、公的には自治国家であるトランシルバニアは、 ハプスブルク帝国の実質的な支配下に置かれることとなった。一時オスマン帝国に協力したテケリーイムレがトランシルバニア港を称したが、すぐに廃位された。1692年、アパフィ・ミハーアイ2世が廃位され、トランシルバニアはハプスブルクケチカのハンガリー王国に組み込まれ、皇帝政府の直接統治下に入った。1704年にラーコーチ・フェレンツ2世が、 トランシルバニア港に即位したが、1711年以後、トランシルバニアは、ハプスブルク帝国に完全に統合され、トランシルバニア港は総督に置き換えられた。大日本文明協会、大チリキ,ョウキュバリ大日本文明協会事務所、大正5年4月15日、375ページ。ありがとうございます。